髪がロングで、顔が見えてない。何何？髪短くなってない？今のナンバーアイさんのブロイワカバーに選ばれるジャズダンサーといえば。どうも、チカログのチカです。いつもご視聴ありがとうございます。ということでね、今緊急で動画回してるんですけれども、今日のチカログの撮影を終えまして、一人でココイチにね、ちょっとカレーを食べに行ってて、食べてたんですよ。なら急に LINE になって、でパッて見たら 2B さんから LINE 来ておりました。おお、何や何やと、 2B さん何の連絡やと思って見たら、まさかのこのタイミングでサプライズ魔人たち、またまたとんでもないサプライズしてくれました。発表しましょう。ブロイワカバーティザー動画届きました。僕ら今日ね、コーチェラの感想動画をね、先ほどアップしたばっかりで、ベストタイミングでこのブロイワカバーのテザーが届いたということで、今ちょっと動揺をね、隠しきれない、てか隠すつもりもないっていう感じでね、ちょっとびっくりしてるんですけれども、帰ってきてね、1分でカメラセットして、今からこのね、パソコンで見ていきたいなと思います。ブロイワカバーといえば、何か女性のダンサーが、出るだろうなっていう予想はずっとしてたんですよ。あのカバー的になんかちょっとジャズチックな、ジャズのダンサー、女性ダンサーが踊られるんちゃうかなっていうイメージはしてたんですけども、果たして今回のブロイワカバーの MV がどのようなテザー動画になってるのかというのをですね、ファンの皆さんと共に今から心躍らせながら見ていきたいなと思います。それでいきましょう。よろしくどうぞ。チカログ、それでは見ていきましょう。オープンザ PC となということで、今ちょっとテンション上がって、普段の倍以上のなんか声量出ちゃっててすいませんね、ちょっとね。行きましょうか。さあ、ナンバーアイさん、とんでもない、ちょっとサプライズマジンなことしてくれてますけれども、行きましょう。こちらね、待って、13分前に配信されて 5.7 万回再生ってもうおかしいやん。ちょっと物々しい雰囲気やけど、大丈夫そう？さあ、ということでね、このちょっと物々しい感じというか、ちょっと不気味な、冷たいような雰囲気。まあ、ブロイワカバーといえばね、あの、極上の R&B で、お届けしてくれている最高の、楽曲なんですけれども、ちょっとこれもう見るからに、女性の髪がロング で、顔が見えてないと。はぁ、ちょっとこれは、物々しいですが、ちょっと見ていきましょうか。それでは行きましょう。ナンバーイ、ブロイワカバー、テザー動画でございます。ポチッと。な、何何、もうやばいや。女優さんではない気すんな。やっぱダンサーさんやと思うねん。うわ、ほら。待って。髪短くなってない？今の。髪短くなってませんでした？最初長髪なんですよ。これ長髪の髪、今ここら辺胸元ぐらいまである女性の髪が踊られてる時はなんかショートヘアになってません？ほら、思いません？皆さん髪短くなってません？何かこう、女性が髪を切る瞬間って何かの変わり目やと思うんですよ。髪切って吹っ切るとかそういう方いるじゃないですか。髪短なってんすって。これ、このダンスだけで予想できたらやばないっすか、僕。ダンサー。概要欄に書いてないよね。書いてないよね、ダンサーさん。いや。これちょっと予想したいですね。この髪短い方。このしなやかな動きは。難しい。あの、本物の、ジャズダンサーさんですね。この感じ見ると。ナンバーアイさんのブロイワカバーに選ばれるジャズダンサーといえば、イデミウさんっていう方かもしれへんし、ヨシエさんではないよね。髪ショートやし。ただ、この、羽ばたいていくような感じは、ちょっと難しいっすね、これ。
いや完璧に女性なんで、これ予想当たったらちょっとえげつないですけど、いや水江さんっていう方、美和さんあたりもあり得るかもしれないですね。あーでも涼やかさんっぽい感じもするっすね。とにもかくにもね、この23秒じゃ紐解けない部分はあるんですけれども、この場所はどこなんだろう。何か今は使われてないような廃墟っぽい雰囲気もありますね。美術館的な感じもちょっと感じられますね。わかる人にはわかるんかな、これ行ったことあるよっていう人ね、いたらコメント欲しいんですけど、なんかねあんまり人気のない感じがしますよね。普段からあまり人気のないような場所っぽい感じはしますね。もう今は使われていないような美術館とかそんな雰囲気はしますけれども、どうでしょうか。でこれ髪の長い女性の方とこの踊られてる方はもしかしたら違う人説もある。それはないか、服も一緒やし。で MV の中で髪を切っていくっていうような演出がもしかしたらあるんかもしれないですね。徐々に徐々に。ちょっと妄想が膨らんで止まらないんですけど、ナンバーアイの3人はもちろん出るとは思うんですけど、この方とマッチしてダンスがあるのか、それともこの方のは言うたらあくまでも世界観としての演出のみ出てて、ナンバーアイさんはナンバーアイさんのみのシーンがもしかしたらあるかもしれないですね。例えば4人で一緒に踊るってことはあんまりないと思って、3人がフロントで前立ってて後ろに女性ダンサー1人っていうのもあんまりイメージつけがたいんで、例えば顔が見えないっていうところがこのブローユアカバーの3人が表現する一人一人の女性へのアプローチの違いっていうもののために顔があえて見えてないかもしれないし、考察しちゃうよね。この踊りは素晴らしいですよ。いやちょっとねこればっかりはね革新的なことは言えないんですけれども、まとめると場所で言うと僕は普段あまり使われていないような旧美術館であったり、昔に使われていた伝統的な教会とか、そういった感じかなと思いました。ダンサーは先ほど述べさせていただいたダンサーさんたちなんですけれども、超一流のジャズダンサーさんっていうことには変わりないと思うので、ちょっと今から12日が待ち遠しすぎるんですけれども、 YouTube チカログの緊急動画となりました。はい、ちょっと一旦閉じます。チカログということで、皆さんが思う考察もぜひコメント欄の方でコメント、してほしいんですけれども、やっぱブローユアカバーの雰囲気的にちょっとかすれたような絵のコンテというか、原色あまりない感じ。女性ダンサーの衣装もネイビーやったし、やはりこう天気で言うと曇りであり灰色だから、グレーネイビーとかそういったような色合いでこの MV 自体も、世界観が統一されてるんじゃないかなっていうふうには思いますね。ただやっぱり僕らはあのブルーワカバーのダンスを見てるので、こう青い炎っていうふうに僕らも略させていただいちゃうんですけども、情熱的なシーンもこの雰囲気の中にあるのかな。へえ、なんかちょっとこの女性ダンサーとナンバーアイさんが絡むような表現は僕はない気がしてる。またちょっと違う別の男性の俳優さんというか、違う方とあの女性ダンサーさんが絡む描写はもしかしたらあるかもしれないですけど、全く別なような気がしますね。僕はナンバーアイさんが3人で踊らはる、歌わはる表現とは別の、そのブローユアカバーっていう世界観を体現した演技というか表現というかっていう、ちょっとドラマ仕立てみたいな感じになってんちゃうかなと思います。なんか雨が降るような描写とか、あとはまあ夜とか儚げというか、でも MV であってほしいのはあのスキルマジン平野翔くんの高速ターン、あの描写は欲しいですね MV でもね。とかやっぱり3人の腰使いとか、中身がギュッと詰まったダンス表現であった
ったり、いやーちょっとこのタイミングでテザー出してくるあたり、今週というか来週の月曜日のコーチェラの出番、朝7時頃とか言われてるんですけど、それまでこの興奮冷めさせる気ないっすもんね、ナンバーエさん。いやーちょっとサプライズ魔人やし、これこそね、僕今日の動画でも言ってたんですけども、三大神というかは、もうブロイワカバーに至っては三元神ですよ。三に幻に神で三元神。これで皆さんどう思います？衣装真っ黒で来ると思います？黒で来るかな。白なイメージもあるけど、なんかガラッとあのテレビ番組で披露したブロイワカバーの衣装とはまたちょっと違った表現になるんちゃうかなっていうのもちょっと睨んでます、私力口から。いやーちょっととにもかくにもね、今緊急のブロイワカバーの、テザー動画のリアクション動画になりました。ぜひ皆さんのね、思う予想コメントをですね、コメント欄の方に書き込んでほしいですし、テザー動画が出たということで、またまたね、ナンバーエのファンの皆さんね、土平日からね、もう興奮が止まらないと思うんで、連日どんだけ興奮させてくれんねんというぐらいナンバーエさんの怒涛の快進撃が続いているので、この三元神のナンバーエさんのブロイワカバーの MV フルバージョン、楽しみに一緒に待ちましょうでして、てな感じで僕たち YouTube チカルは年内チャンネル登録者数10万人を目標に日々楽しみながら頑張っております。この動画が楽しかったなと思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いします。そして僕たちの個人 SNS も概要欄にリンク貼り付けておりますので、そちらもポチポチポチとフォローよろしくお願いします。てな感じで緊急動画になりました。せーの、バイバーイ。いやちょっとね、ぶっちゃけ言うとね、ココイチのとんかつカレーみたいなの食べてたんですよ。で 400g 食べてて、で食べてる途中にも出てきたもんね。あとちょっと残っちゃっててんけど、うん、それぐらい早く見たかったし、早くファンの皆さんと共有したかったっていうのがあるんで、まさかの今日僕たちがこの上げたタイミングで出してくれたこのナンバーエさん、タイミングがバッチリすぎる。ほんまにありがたい。いやー、ここのブロイワカバーの MV に出れるジャズダンサーって、ダンス人生っていうか人生においてのハイライトですよね。僕らもナンバーエの MV に出れるように頑張って、ダンサーとしての自分の実力も上げていくでして。